ドナルド・ヒーリードナルド・ミッチェル・ヒーリーは、イギリスのラリードライバー、自動車エンジニア、速度記録保持者であった。日本では、ドナルド・ヒーリーという表記も多い。コーンウォール州、ペランポース村に生まれた。小さな時から、あらゆる機械に興味を抱くようになったが、その関心は特に航空機に向けられていた。学校卒業後、イギリス陸軍航空隊の志願兵となり、 1916年に彼の翼を得たことからヒーリーはソッピースに加わった。第一次世界大戦中、彼は大飛行船パトロールとして働く傍ら飛行教官も務めていた。ヒーリーは初の夜間爆撃機作戦の一つに対するイギリス軍の対空砲火により撃墜され、18歳だった彼は負傷のため RFC を除隊した。ヒーリーは コーンウォールに戻り、自動車工学の通信教育を受け、戦後、ペランポースにガレージを開いた。1929年からラリー・モンテカルロに参加し、1931年インビクタを仮優勝した。1932年、1934年、1936年にもトップ8に入った。ヒーリーは、コンサルタントエンジニア及びデザイナーとしての評判を得て、 1931年にはトライアンフのゼネラルマネージャーに指名された。彼は有名なサザンクロスとドロワイト8の開発を続けていた。第二次世界大戦中、ヒーリーは軍需商用の航空機用キャプレターの開発を担当しつつ、ハンバーと共に走行車作りも行っていた。1945年、彼はドナルド・ヒーリー・モーターカンパニーを設立し、バーウィックにあった。 古いイギリス空軍の格納庫を拠点とした。この会社で1952年から1959年の間、BMC とのライセンス契約の下、オースティン・ヒーリー及びスプライトを生産していた。1949年にヒーリーはナッシュモーターズの社長ジョージ・ W ・メイソンとナッシュ製エンジンを使ったスポーツカーを作る契約を結んだ。 その2シーターファーストシリーズは1951年に製造され、ヒーリーによりデザインされた。このナッシュヒーリーのエンジンはナッシュのアンバサダー用六気筒で、ボディはアルミニウム製、シャシーはヒーリーシルバーストーン用を使っていた。しかし1952年モデルではピニンファリーナにより、ボディデザインが作り直され、新しい鉄製ボディの生産も引き継がれた。 BMC が1966年にブリティッシュレーランドに改組されたとき、ドナルド・ヒーリーはジェンセン・モーターズの会長となり、大英帝国勲章の叙勲を受けた。ドナルド・ヒーリーは89歳で亡くなった。1921年、ドナルド・ヒーリーはアイビー・モード・ジェームズと結婚し、3人の息子を設けた。1961年、コーンウォール州ファルマウスに使い、 トレバーに27エーカーの土地を買い、そこで弾育成用の商用温室の建設と航空機、船舶用救命ボートの生産プロジェクトを含む多くの野心的なプロジェクトを実行した。ありがとうございます。